妊婦に生じた黒線。黒線は一般に腹に出現する色素沈着である。英語圏でのリーネやニグラはラテン語で黒い線を意味し、よく英語圏でプレグナンシーラインとも呼ばれる。腹部の正中線と呼ばれることもある。茶色い線の幅は約1センチ。地骨からへっそまでの正中部に縦に現れるが腹の上部まで到達することもある。妊婦では 黒線は体盤が酸性するメラニン細胞刺激ホルモンが増加することに関連する。これは甲板や黒い乳首の原因ともなり、インドでの調査では妊婦650人中80%に黒線が生じた。色白の女性では暗く色素沈着している女性よりもこの現象が起こりにくい。通常は分娩後に全身的に皮膚は明るく戻ってくる。症例報告では 分娩から3ヶ月後に確認したところ黒線は消失していた。多様な年齢のナイジェリア人、男女1550人では、黒線は15歳までの約31%、16から30歳までの約47%に、黒線があり、11から15歳で男女比が同じであることを除き、女性の比率の方が多く、特に30歳以上の女性で多い。男性では、 前立腺肥大と前立腺がんではそうでない人より黒腺が生じることが多い。ありがとうございます。